めっちゃいいよ。毎週お読みでちょっと早いけど、なんて幸せなんでしょう。皆さんこんにちは、左近鈴乃です。今から家族旅行でオーストラリアのゴールドコーストへ行きます。で、関空で今チェックインを済ませて元気商店へやってきました。左近のお店です。出発。乾杯。はい、乾杯。パパ映ってきた。はい、乾杯。いただきます。家族旅行は前の宮古島 Vlog ぶり。あの時はこっちゃんがまだ起きたけど、その後にワーホリでオーストラリアにいたので、家族みんなで今回は会いに行きます。こっちゃんに。ブリスベンまで行ってこっちゃんが空港に迎えに来てくれるので、車でそこからゴールドコーストまで行きます。オーストラリア自体は3回目やけど、ブリスベンゴールドコーストは初めてなので、めっちゃ楽しみ。空の旅を楽しみたいと思います。行きは8時間40分で帰りが9時間です。来てくれた。よかった、荷物入るわ。ありがとう。こっちゃんのお家へやってきました。やってきました。彼が住んでる彼の住んでる家引っ越してきた。ここに来て告白。私は知ってました。先にこっちゃんに聞いて、パパにはもう言わんとこうと思って。お邪魔します。え、めっちゃ素敵じゃない。バーベキューできる。これコテージみたいな感じになってるけど、これはオーナーがここに住んでてシェアハウス。あ、ここもシェアなんや。そうそう、で部屋借りてるみたいな。こっちゃんの車がさ、引っ越しの前の日に潰れたらしくってレンタカーを借りてくれたんですけども、ちっちゃいのになったらしいけど、なんとか入ってます。ホテルのチェックインまで少し時間がかかるみたいなので、先にご飯を食べに来ました。こっちゃんおすすめのオーベーグル。いただきます。ちょっと辛い。ちょっと辛い。テラス席でちょうどいいぐらい気持ちよ。私は T シャツの上にブルゾン着てるんやけど、これぐらいでちょうどいいぐらいかも。美味しいな、これ。うん、あー気持ちいい。もう日本のあの猛暑から抜け出せて、ほんまに幸せ。うん、見てこっちゃんの荷物ボックス。これでホテル行く人おらん。旅行ではないな。ホテルへ到着しました。オープンお部屋。ホテルがそんなにないので、アパートメントホテルっていうところをね、取りました。広いよね。バーベキューしよう。一回しよう。買い物したやろ、自分らでやろ。スーパーで買い物して。カンガルーの肉食べよ。カンガルーの肉美味しいね。美味しいからマジでヒレ肉みたいなの。脂少なくて赤身で、あれうまいじゃん。マトウマ。あ、私嫌い。うまい。最高、めっちゃいい感じ。じゃん、2階にサウナがあります。後で入ろうっと。あー、めっちゃいいやん。ここでバーベキュー。うん、だいたいみんな。最高。一日したいな。うん、やりたいバーベキュー。で、ここでプールチルな、したいな。うん、ホテルでゆっくり。向こうには海が見えます。着替えてスーパーへやってきました。ノースリーブをあんだけ服持ってきたのにこっちゃんに貸してもらいました。冬やのに暑くてノースリーブで行けちゃう。いいやん、椎茸大好き。あとはお肉ですか。すごい、カンガルー。面白い、いろいろある。あ、チキン。
カモがすごいな、大きい。一旦休憩タイムです。ピスタチオ最高めっちゃ食べてるよ。今からディナーへ行ってきます。今日のディナーはこっちゃんと相談して予約しております。サンセットが見える綺麗な海のディナーなんですけど楽しみ。このお店の名物は、うん、なんかピリピリだ、うん、うん、おいしい。ハッピーアニバーサリー。還暦のお祝い言ってくれた？はい、えメッセージ。ああ、ありがとう。言ってくれたやな。ああ、そうや、そうだよ、ありがとう。少し早いけど、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、ほんまや、書いてくれてるわ。ほんまや。おはようございます。なんか色が、ありがとう。色の様子がおかしいけど、色の様子がおかしい。そうやね。こっちゃんとお母さんがオーツミルクラテを会いに行ってくれました。ごめんなさいパパ。え、昨今家はみんな早起きで。パパ何時に起きたん今日？パパ遅かった、今日は朝5時ぐらい。早いです。はい遅くて5時です。あ、美味しいこれ。うん、ちょっと苦めやけど美味しい。ありがとう。朝からパパとこっちゃんがあれやもんな、散歩行ってその時に見つけたんか。そう今から私化粧します。明日は絶対に散歩行きます。お待たせしました。かわいいわ、フラワーマーケットとかある。かわいい、こことか。うん、マダムフー、オープンと同時に来れました。大好き、おナス。これは何？おいしい。なんかちょっとピリ辛効いてる。焼きそばいただこう。うん、おいしい。5人でシェアするのがいいかも。そうやわ、2人とかやと、うん、これとかめっちゃしんどいよ。もう食べられへん、これだけで終わりぐらいの。5人でな、シェアするとおいしいね。今日はショッピングでハーバータウンプレミアムアウトレットへやってきました。超広い。野菜もフルーツも売ってます、アウトレットの入り口。今日はもう元木さんの買い物のお付き添いで、元木のお洋服を一緒に選んでるんですけど、でそういうのも好きで楽しい、一緒に選ぶの。そう、靴が欲しいみたい。はい、次ナイキ行きます。すごい、こんなマネキン見たことない。すごいんですけど、さすがオーストラリアや。パパ、はい、かぶってて何も映ってない。イエイ。これはどう？ここにリーバースのマークがある。あ、これかわいいな。これかわいくない？いいよ、かわいい。2色お買い上げです。いいよ、立ってみて。すごい赤だけ浮くけど。まあええよ、ジーンズも合うし、裸足でも浮けるし。ジョーダンの可愛い。 Thank you。 ありがとう。元木のベナスと私はナイキの部屋着パーカーを買っちゃいました。気持ちいい。パパをホテルへ置いて海へやってきました。パパはお昼寝の時間みたいです。きれい。すごいな、砂浜がサラサラやろな、これな。ホテルへ帰ってきて、夕飯は今日はお部屋でバーベキューするので準備をします。さっき買ったナイキのパーカーに着替えました。乾杯。うん、おいしい。
可愛いんやけど、このナイキ、ナイキさんお気に入りです。じゃあこれでほっちゃんの食べたい人参スティックです。これでも美味しそうやな、ほんまに。これで食べたら。ちなみにパパともどきはサウナへ行きました。男性陣は入れまーす。しいたけさんも、さんも、こんにちは。こんにちは。誰にこんにちはって言ったの？しいたけさん。人参さんの輪切り入ります。よろしくお願いします。すいません。完成、野菜さん。オリーブオイル買ったから。完成、イエーイ、イエーイ。お肉いただこう。お肉うまい、ほんま。美味しい。今お肉焼けるようになる。いただきます。うん、チーズソースうまいな、チーズ。うん、チキンいただこう、私も。チキンうまい。ほんまうまい。味付けやな、うん、めっちゃ濃ないしな。うん、はい、乾杯、お母さん。うん、乾杯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 。おいしいんやけど。チキンうまいな。うん、チキンおいしい。うまいな。そっすまだ8時20分やけど、今お母さんお風呂入ってて、パパはもう寝て、もときもベッドで、こっちゃんももう寝る準備完璧で、私も今お風呂入って、パパが持ってきてたリバー、一番美意識いただいちゃう、うん、を借りてます。こことかさ、あとこの鎖骨とか、鎖骨な、うん、よさげ。ということで今夜は早めに寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。現在6時です。今日は早起きして日の出を見に来ました。曇っております。見えるかな。今からもときのリクエスト、朝食ビュッフェをホテルに食べに行きます。ホテルで一休憩してカフェへやってきました。いただきます。ファッションフルーツ入り。うん、パパイしてて美味しい。もう一軒アサイゴール屋さんに行きました。こっちゃんが調べてくれたお店で、ずっと食べてるんだ。うん、あ、食べてみて。あれってやっぱ、すごいモカ。こっちゃんはカフェにも詳しいから、美味しいところ全部連れてきてもらってるわ。私何も調べてないもん。全部こっちゃんのさ、おすすめカフェ連れてきてもらってる。行きたいところがある。間違いない。おー、オジービーフや。オジービーフ、いいじゃん、念願のバーガー。でっか。オーケー、うまいな。ゴールドコーストといえばの海へやってきました。曇ってますが、あっちにビルが見えます。いいね。すごいな。晴れろー。深呼吸する。気持ちいい、大自然。今から1時間ぐらいウォーキングしまーす。すごい自由な家族なので、パパはあっちのベンチで座って黄昏れてます。なので4人で行ってきます。すごい登りやな。めっちゃ階段やん。なんかいてる。何やってるん。動く、食べる、動く、健康ですね。ちなみにここはバーリーヘッド国立公園という公園です。はい、深呼吸します。前が可愛いんやけど、前が手もちゃんとつけて深呼吸してた。え、綺麗じゃない。このさ、この子可
かわいい、この木。この木な、ちょっと雲が。なんか見たことある。さっきだけじゃん。すごい、よう分かったな。見たことある服の人が来た。なんで来たん。なんで来た、なんで呼んで分かったん。何が、なんでこっちの道って分かったん。あれで、ナビで。え、何のナビよ。携帯ナビで来ました。パパが来ました。まさかの、あ、上から回ってきた。そう、もう私たち帰り道やねんけどさ、ワンちゃんこっちがあかんかって。ワンちゃん向こう行けるんや、うん、あ、そうなんや。ワンちゃんこっちから来たらあかんね、向こうからあかんね、行こうか。それ今の何の情報なの。うまっ。砂。お母さんとこっちゃんとサンセットの時間へビーチへ来ました。綺麗、ピンク色、ピンクピンク。こっち側には火は落ちないから火は見えないんですけど、空の色が変わるのが綺麗らしいね。可愛いよこっちゃん。うん。一周回っていただいてありがとうございます。はい、はい、ポーズまでありがとうございます。いいですね、めっちゃいいやん。おー、最高や。寒いな、寒いな、ちょっとな。お洋服着替えてきました。うー、気持ちいい。こっちのお空がとても綺麗。ナイトマーケットへやってきました。あー、美味しそう。こんな丸いやん。うわ、パエリア食べたいな私。楽しい、楽しいね。ピザとナチョスとパエリアと、パエリア、これはスパイシーで、これはマッシュルーム。おー、そんなあったんや、マッシュルーム。まだ8時です。やっぱり早起きっていいですね。今日5時半に起きてそっから行動とか一日がね、一緒になって当たり前のことなんですけど、すごく一日が充実しました。なので今日もまあ10時ぐらいに寝て明日早起きしたいと思います。ごそごそ。このアパートホテルね、シャワールームもトイレも2つあるから家族5人で泊まるのにめちゃくちゃぴったり。では今日もパークをして寝る準備をしたいと思います。家族時間をゆっくり過ごしたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日も5時半に起きてビーチへ散歩へ来ました。昨日よりかはすごく綺麗。家族みんなでやってきました。今日もパパに叩き起こしてもらって起きれました。オーストラリアの朝はすごく早くて、6時ぐらいにホテルを出てもうたくさん人がね、みんなウォーキングして運動してます。すごい朝が早い街で早起きっていいなと思わされます。日本に帰ってからも早起き習慣続けたいな。今日はこんな感じのウォーキングスタイルです。ポップスはナイキの、これはおとつい買ったやつ、買ってよかった。で、レギンスは持ってきてたルルです。いつも履いてるルルちゃん。で、キャップは持ってこようと思ったんですけど、この機内コーデで被ってきたアロ以外忘れちゃったので毎日アロなんです。そしてなんと火が出てきましたよ。ほほほ、きれい。みんなで並んで見てます。なんて幸せなんでしょう。ウォーキングしてカフェモーニングへ来ました。かわいい、ここの席。わ、ワンちゃんや。かわいい、きれい。オーストラリアのカプチーノはチョコレートパウダーが乗っている。うわー、美味しそう。それこのふわふわ食べるの好き。うん、
てる。すげえ。美味しい。美味しいやろ。このカプチーノ自体は苦いけど、ココアパウダーで甘みがあって、とても美味しい。あー、ダウンドッグしてる、見て。ダウンドッグやん、ヨガのポーズである。あー、ダウンドッグってヨガのポーズ。かわいい。足が美脚すぎるやろ、見て。かわいい。すごい。怖いやん。ほんまに美味しそうな食パン。いただきます。うん、おいしい。くまさんラテ、ラテおいしい。ナショナルパークへやってきました。すごい山の上まで上がってきたので、お、見えるかな、すごい上にいるの。森の妖精です。この後ね、ワイナリーへ行くから、ワイナリーコーデをしてきたので、私はこんな格好してます。そっちにね、重き合わせたから。はい、今から 1.5 キロ歩きます。だってか帰り偉いと上がってなんか一人違う。どうですか。オッケー、バッチリや。バッチリ合ってるやろ。あれみたいじゃない、アリエッティみたいじゃない、ちょっと。確かにな。高校の時アリエッティの劇やったでな、私な。嘘、何役。え、森の妖精、妖精の役だった。だからや、私森アリエッティに妖精はないねんけど、うん、勝手に作ってん、妖精役をやりたいから。うん、違う、私じゃない。ああ、ね、なるほどね。もう鳥が鳴いてるぞ。わあ、でもすごい綺麗やわ。滝はこれこれこれ、こちらです。私もっと滝の下に来れると思った。でもとても景色は綺麗ですよ。到着しました。あれやな、ティッティッティじゃじゃーん、ワイナリー、一番行きたかったワイナリーへ連れてきてもらいました。ワイナリーコーデ、この旅行はこのコーデだけ考えてきました。それは何ですか。シャルドネやんな。ビーガンシャルドネ2020。もうよく覚えてるな、ビーガンシャルドで2020。すっきりしてて飲みやすい。オーガニックワインがたくさんあります。いただきます。いや、ポテトあるやん、うん、確かに確かに、うん、なんかカリカリしてるのがある。おいしい、おいしい、うん、おいしいわ。パスタめっちゃうまい、ビーフがめっちゃ柔らかいな、うんうんうん。これホロ肉大好き、私ホロ肉私も大好き、食べやすいよな、うん、うん、美味しい、ほんまうまい、うん、よかったよかった。これも美味しい。ステーキ、パパちょっといる、ステーキソースが美味しい、うん、全部美味しい、全部うまい、うん、この料理うまい。女子3人でジェラートを食べに来ました。パパとモトキはサウナへ今日も行きましたので、私たちは3人でなんかどこか行きたいねとなってジェラート屋さんに来てみました。ナッツいいな、アーモンド、そこにもさアーモンド食べた。じゃーん、完成。アイスだけでも絶対これトッピングしても変わらへんじゃない、重さ。アイスとこの粉みたいなアーモンドとかやったら変わるんじゃない。うん、確かに。はい、ホテル帰ってきまして、今日はお昼ランチをがっつり食べたので、みんなお腹が空いてないので、初日にスーパーで買った残ってるカンガルーのお肉とソーセージとチキンの残りを焼きたいと思います。おはようございます。最終日の朝もみんなでお散歩から始まります。もう今日のお昼にはフライトなんですけど、今日も安定の5時半起きでお散歩に来てるので、朝の時間はたっぷりあるので、最後みんなでウォーキングしてモーニングして楽しみたいと思います。あ、とてもいい。すごい、今日は見えへんな、朝日が
出てくるところがみんな撮ってるわ。見れました。ほんまや、今がチャラ。すごい出てきた。初めてこの出てきた瞬間の朝日を見れた。撮った写真待ち受けにしようと。なんかいつも私は夕日を見に行くけど、これから日が昇るからすごいね。なんかパワーもらえる朝日が。また夕日とさ違う儚い感じと。確かにな。うん、これから一日頑張るぞみたいな感じじゃない。ほんまに綺麗。なんなの、可愛すぎるでしょ。バーイ。可愛い、賢い。ウォーキング終わりのモーニングです。今日もこの時間がとても好き。ちょっと帰ったい。うんうん、おいしい。お腹が空いてた。でもさっきから1時間ぐらい歩いた。すごくない、私たち毎日ウォーキング。はい、それではホテルチェックアウトします。ありがとう、いいホテルでした。ありがとう、ありがとう、ありがとう、気をつけて。ほんまにありがとう、気をつけて。バイバイ、ありがとう。ブリスベンの空港の中に入って今飛行機を待ってるんですけど、なんとなんと家族全員のミスで飛行機に乗り遅れました。12時40分発の飛行機だったんですけど、1時40分って思ってしまってて、思い込みでね。着いた瞬間に気づいたんですけど、なんとかなるかなと思ったけども、チェックインカウンターに本当誰もいない空港やったので、もうどうしようもなくって、で急遽こっちゃんが対応してくれて、シンガポール経由の関空着で明日の朝に着くやつ、本当は今日の夜に着く予定だったんですけど、明日の朝に着く飛行機で帰りたいと思いますね。というハプニングがありましたが、まあまあそれも旅行ですね。勉強代ということで。で最後にちゃんドラッグストアによってこっちゃんがおすすめしてたこのティーツリーのアクネケア、ニキビケアのクリーム、これすごいニキビに効くらしくて買ってみました。あとなんか可愛いデオドランドとかもあったので、オーツ&ハニー、お土産に良さそうやなと思って、じゃーん、これもリップも買ってみました。で空港入って、空港でも可愛いリップとパック見つけたので、これはねラノクリームっていうのかなっていうブランドのリップとパックがあって、これ調べたらオーストラリアのブランドらしくって、なのでこのリップは4つ買ってみた。友達とかに配ろうと思って買ってみました。こんな感じで今回のお土産紹介でした。でもこれが一番気になるな。ということで以上オーストラリア Vlog をこれで終わりたいと思います。最後まさかまさかの結果になりましたが、これは学びで、みんな次から絶対に自分でそれぞれ確認しましょうということで、もう少しで飛行機に乗れるので一旦シンガポールに経由して帰りたいと思います。オーストラリアがますます好きになりました。ちょっとレベルアップしてこようか、うん、ね、次はね次はみんなでもうちょっとレベルアップしていきましょう。はい、はい、はい、そうします。はい、レベルアップ、そう、それぞれの環境でそれぞれの場所で頑張りましょう、はい、ではでは皆さん見ていただいてありがとうございました。ありがとう、ありがとう。